ちは赤玉ちゃんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日の動画は、ベランダのビオトープ。なんだか急に気温が下がりまして、現在10月の中旬ぐらいですけれども、今日はね11月ぐらいの気温だということで、めっちゃ寒いですね。なので慌ててビオトープの越冬を準備していきたいと思います。で、昨年もそうでしたけれども、この小さな鉢だけはお部屋の中で室内ビオトープという形で、今日ちょっと仕立て直しをして越冬させたいと思います。で、それ以外の中くらいの鉢と一番大きな鉢に関しては、お外で、この中にはね、ヒメタニシ君とエビさんたちがいますので、お水は切らさないようにして、エビさんたちはお外で越冬。で、まだ植物たちまあまあ元気ですけれども、おそらくこれらも今後冬に向けてどんどん枯れていくので、茶色く枯れてきたらもう根元から伐採するか、なんか結構かっこいいのでね、このここら辺の植物とかは水槽に使えないかななんていろいろ模索してますけど、ちょっと難しいかな。まあそんな感じのイメージでおります。ということで、今日は室内ビオトープの準備をこれからやっていきます。できたゴー、できたゴー。あともう一つ、今年初めてチャレンジしたハスのビオトープもありましたね。このハスのビオトープもこのままハスが、枯れるのを待って、そのままさせていこうと思います。こことここにいる ちょっとだけいるメダカを救出だな。で、メダカなんですが、この室内ビオトープの中に集合させる予定です。で、この大きな鉢の中には、今メダカさんがですね、実は3匹ぐらいですね、しかおりません。で、ね、原因が分かったんですよ。私2回目撃したんですけど、ちょうどここのベランダの縁とここの鉢のここからね、入りやすくてですね、鳥さんがなんとここでここピュッと入ってきて、パシャパシャパシャって水浴びしてるのを私もうすでに2回目撃してるんですよ。で、以前動画で急激にメダカが減った、死骸もない骨もないなんだっていう動画を上げたと思うんですけど、多分それじゃないかと。やっぱりね、メダカ死ぬ時はある程度死骸が目につくというか、絶対に毎日見てるんで、それを見ないでいきなり何いっぱいのメダカがいなくなるってこと、やっぱりなんかこのいなくなり方おかしいなってずっと思ってたんですけど、きっと鳥さんですね。まあでも本当気持ちよさそうに水浴びしに来るんで、まあそれをそれでまあ食物連鎖ということで、今回はね、私のね、この鉢の場所が悪かったんですね。すごくね、入りやすい場所にあって、よく鳥さんは本当来てたんで、すごい綺麗な声で鳴く鳥さんなんですけど、まあそれが原因じゃないかということが、まあ確実ではないですよ。食べてるとこは見なかったけど、まあそうじゃないかなと。ほぼほぼ去年はお部屋側に蜂を置いてたんですよね。今年は別にあんまり理由はなかったんですけど、ちょっとこっち側にしてみたんですけど、まあ、3つある鉢の中で一番ここはね、本当に出入りしやすくて、だからここら辺とか縁になんか水草が浮き草とかがねこうあったりとかもしてたんで、まあ、普通に出入りしてたんでしょうね。ということで原因が判明しましたので、来年は位置を変えようと思います。ちょっと視界を良くするために浮き草をいっぱい撤去して、いつもここら辺でご飯あげるので、ここら辺にいるんですけど、ちょっと警戒しちゃいましたね。いた、1匹はいたけど出るかな。あ、警戒してますね。あ、3匹ちょうど全員来た。ちょうど3匹いますね。ついな、多すぎちゃった。はいる。ほら、あ、何しようとしちゃった。
こにいる。よこれよく置いてた。よし、あと1匹。よいしょ、奥行っちゃったかもな。お、まさかの、まさかの取ったど、取れた取れた。よし、オッケー。次ハス。絶対この大きくさ入るやん。いたいたいた。でそろそろ皆さんのね、越冬の報告、お外でこういう風にしますとかっていうのをね SNS でよく見かけますが、大体はやっぱねお外で越冬される方が多いですよね。メダカは冬の、寒さに強いですから、まあ、大体11月ぐらいからもう餌を切って、下の方にじーっと縮こまって春を待つと。でも私はそれをね一度もしたことがないので、ついつい冬の間もメダカさんの姿を見たくてお部屋の中へ引っ越しをさせてしまいます。花粉エットですね。ハスは茎とかが結構邪魔になって障害物でなかなか捕まえれないな。ここにいるメダカは今年生まれた稚魚さんが大きくなったもので、よいしょ。では無事捕獲が終わったので、このお部屋の中に移動する鉢の中のメダカさんはお部屋でゆっくりと捕獲をしていきたいと思います。でお外でメダカさんを越冬される場合には、お水の一番下の方、なるべくこう寒くないところ、メダカさんが下の方に隠れてなるべく縮こまって少しでもあったかいところを探してじっとしているので、なんかメダカさんの隠れ家になるようなものがあるといいですよね。なんか柿の葉がいいってよく言いますけどね、なんでですか？柿の葉の枯れたやつをこういっぱい入れて、まあ、お布団のような感じにしてね準備する方もよく見かけますけれども、あとは例えばちょっと鉢と、素焼きの鉢みたいなのを埋めといてあげてね、こうメダカさんがこう下の方に入れるような、暗くてねゆっくりとお休みできるような場所なんかを作るのもいいかと思います。で次回はこの鉢をお部屋に移動して、メダカさんを救出した後、この鉢は一旦解体したいと思います。中の土も出してこの鉢の中をきれいにお掃除して改めて仕立て直しをする予定です。この鉢は去年の秋ぐらいに越冬のために立ち上げた鉢なので、まあ、およそ1年ぐらいが経過しているので、まあ、お掃除も兼ねて中の水草も出してきれいに作り直しをして越冬準備していきたいと思います。でこのウォーターダイヤですが、暖かい国の植物なので日本での外での越冬は非常に難しいです。なのでお部屋の中で越冬したいんですが、昨年もチャレンジしたんですけど、ギリギリね春までなんとか持ちこたえたんですけど、そこから衰退してしまったので、まあ、今年はどうなることやら。今年もおそらくお部屋の中に入れてヒーターを設置して加温と、あとは水草育成ライトの照射でこのウォーターダイヤの越冬もまた再びチャレンジしていきたいと思います。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。赤玉チャンネルを登録してみんなでビオトープを楽しもう。ということでまた次回の越冬準備動画でお会いしましょう。ダサい。サンダルに靴下はダサいから。